こんばんは、しがりんこです。私の曲、ワンナイトがアップルミュージックのプレイリスト、初めての JEDM のラストソングに選ばれました。私がアーティストとして今まで自分をどうキープしてきたか、アンチエンジング、節約美を体験したことなどをこのチャンネルでお話ししたいと思います。では皆さん、前回にちょっと言い忘れてしまったんですけど、こちらのトリアのレーザーなんですが、やっぱり肌をちょっと軽くですけど、美容クリニックのフレクショナルレーザーほど肌を傷つけてるわけではないので、ソフトなものになりますが、ちょっと気になりますよね。夏に紫外線当たって大丈夫かなと思うじゃないですか。私はね、実は夏もやってるんですけど、一日中なんかビーチで日焼けしないんであれば、夕方からの紫外線ぐらいでしたら、私は全くシミが増えたりはしませんでした。心配な方はこれをやってる時はなるべく長時間日に当たらないように、あと日焼けでも絶対忘れないように気をつけてください。すごくね、いいなと思いましたのは、私が美容クリニックでお金を使って病院の先生にフレクショナルレーザーをやってもらったのに、レーザーが強すぎて、先生大丈夫だって言ってたけど全然大丈夫じゃなくって、ダウンタイムにちょっと日に当たってしまった私もいけないんですけど、ふわーってシミだらけになっちゃったんですよ。なのでなんかやっぱりリスクがある治療は本当に避けた方がいいなと思いました。そのシミができて治療するのにまた15万ぐらい使いましたし、なのでこれね、やっぱり55,810円ですけど、クリニックエステに行くよりはこれを持っていて自分でやった方が、こちらのフレクショナルレーザーは深いシワはちょっと無理なんじゃないかなと思います。まだ浅いシワとかできたばっかりのシミには結構効きます。でももうたるみがひどい方はこれで完全に治るとは言えないと思うんですけど、そうなる前にちょっと気になるなっていうぐらいのものだと効果的です。私の個人の意見で皆さんの肌に 100% 同じように効くかどうかは本当に分かりませんけど、プラスいつもこの動画で何回も何回も何回も言ってるんですけど、こういうトリートメントをしつつビタミン C とコラーゲンを取ってるのですごく肌の調子がいいです。私のおすすめはこの美顔器だけやればすごい良くなる、この4度だけあればシワがなくなるっていうのはないと思います。やっぱり食事と睡眠とやっぱクレンジングしっかりして、保湿しっかりして日焼け止め塗って、健康のためだったら食事だけでいいと思うんですけど、やっぱりエイジケア、体の中だけじゃなくて表面に出していかないといけないので、肌に効くコラーゲンとかビタミン C とかはしっかり絶対取った方がいいと思います。プラス私は週に1回プラセンタ注射を4本打ってます。なので私のおすすめは、美容はたくさんいろんなことをやる方が総合的にエイジケアができて若さを保てると思いますので、今私45歳ですけど今ファンデしてないです。よかったらぜひ皆さん試してみてください。では今回の動画が良かったなと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメントを見てますので、よかったら皆さん書いてください。バイバイ。